紹介済みの商品の柄違いというか色違いでございます。こちらウォームシールドマイクロフリースシャツですね。前紹介したのはウォームシールドマイクロフリースシャツのコーデュロイバージョンだったんですね。こっちは、普通の、まあ、チェック柄はチェックシャツのものになっております。で例年これのマイクロフリースチェックシャツのレビューをしていて、その一番最初の初代の赤いチェックから今度コーデュロイが出てきて、コーデュロイめちゃめちゃかっこよくて、ただその時にチェックシャツがダサかったんですよ。チェックシャツがあんまりかっこよくなくて、なので去年はもうベージュと黒一択というか、もう二択一択じゃないじゃないかっていう二択だったんですけど、今年はねチェックかっこいいんですよ。これ普通にかっこいい。これで普通にかっこいいので、前回同じ同名の商品はもう紹介してしまっているので、機能的には全く変わりないんですが、ご紹介したいなと思って引っ張り出してきました。これマジで普通にいいんですよ、これ。ほら、最近僕チェックシャツばっかり着てる。前回の寝るシャツっぽい方ですね。寝るシャツっぽい方とは違って、チェック柄自体が結構大きいんですね。すごく今っぽいというか、普通にこういう柄いろんなところから各社から出ているので、それに負けないデザイン性、そしてまあこれは全く同じなんですけど、この内側のサラッサラふわふわのマイクロフリース、これがあったかいんですよ。だからこれは実は本当にこう防寒着としても非常に優秀で、シルエット的にはこれこうやって結構上まで締めてしまっても可愛いし、こんな感じ。なんかね、襟が大きいので、ここのね、襟が大きいので締めてしまっても可愛いし、こんな感じで上着っぽくザクッと着ちゃっても可愛い。おすすめのアイテムでございます。チェック柄だとワークマンバレしそうで敬遠してますけど、普通にいいですね。いやね、これはバレないと思いますよ。今季マジでどこもメーカーさんもこういうシャツ出してるんで、バレないっす。これ絶対バレないっす。絶対急に自信がなくなる。今回のはボックスシルエットなんです。そうなんですよ。ボックスシルエットなんですよ。なんかね、もうね、もうでもああいうなんか細いのはね、出ない気がします。あ、ボックスシルエットってそういうことか。ここね、こうじゃないのか。前のやつどうだった?ほんとだ!リョートさんの言う通りだ。これ初代っすね。初代。マイクロフリースシャツ、初代。なんか懐かしいな。もはや懐かしい。これもね、でも当時にしては本当にいい商品だった。でも確かにパッと見結構これ細身ですね。結構身幅が狭い。でこれが去年変わったウォームシールドのシャツで、だいぶ袖腕周りは結構太くなって身幅もかなり広くなったんですけど、確かにここ四角じゃない。これほら丸く、まあ後ろ見りゃ分かるか、丸くなってます。これ丸くなってないですよね。だからその辺が今シーズン今季の変更点、丸くないよね。こう、ボックスシルエットだ。わお、亮太さんありがとうございます。僕が気づかないという。去年はねちゃんと比較をしたので、ボタンの大きさが違うとかシルエットが違うとか着丈が違うとかって言ってたんですけど、見事にここに気づかなかった。ボックスシルエットになってますね。これは大きい。チェックシャツは間違えるとオタクっぽくなるけど、これはマジかっこいい。オーラリーっぽくて。そうなんですよ。これはね、普通にかっこいいっすよ。僕、これ系のシャツの、好きなところっていうか、好きな着方がございまして、先週のバカの一つ覚えみたいになりがちなんですけど、先週のライブでもご紹介したように、これ系のチェックシャツって、パーカーに合わせられるんですよ。流行ってますよね。今年のもチェックしてみます。普通にね、去年の買ってても今年のは買っていいレベルだと思います。やっぱね、着実に進化してる。これ系のシャツは中にね、こういうの着ても全然いいんすよ。ほい。ほら、こうやって。で、ここをよくね、ボタンをかけ違えてしまうタイプの人間なので、幼稚園から出直した方がいいですね、これ。薄手のパーカーをこういうシャツの下に着るっていうのが、僕はとても好きなんですよね。こういう感じで。まあ、ちょっと中の色味的にもしかしたらこれ、黒の方が可愛いかもしんないけど、っていうのと、あと、もうちょいね、ここ、ボリュームが、フードのボリュームが欲しいかもしんないですけど、なんかね、こういう見え感が僕好きです。なので、このシャツは、普通に前閉じて着る
こともそのボックスなのでやりやすいし、こういう感じに中に挟んでもとっても可愛く着ることができる。この見え感よくないですかね。このぐらいであればあれもいけます。全然ファインドアウトの今年ロゴがなくなったパーカー、いつも僕が着てるパーカーも合わせられると思うので、それがおすすめです。後ろもこんな感じ。このね、僕バックシルエットがすごい、これちょっとフード入れると好きなんですよね。こんな感じで、まあだいぶストリートですけど、いやでもね、本当にね、このチェックシャツは前回の前々回か、コーデュロイのやつと負けず劣らずと非常にかっこいいアイテムなのでおすすめです。なんかね、これ開けちゃっても全然いいんですよ。こうやってほら、汎用性高くないですかこれで。しかもまあ普通にあったかいっていう、これ後ろだ、これがねアウターになっちゃうんですよ。めっちゃいいな。ちょっとラフだけど見え感はすごく、生地はしっかりこうパリッとしてるので嫌な安っぽさは全くないですね。あるじゃないですか、ドンキとかで買うと買わないけどドンキとかに売ってるなんかアウターとか買ったりするとなんかもう見るからに衣装みたいなそうそう衣装みたいな、なんかコスプレみたいな素材感のってあると思うんですけど、安いと。これはねそんなことないのでめちゃおすすめです。こちらのシャツのサイズは 3L ですね。 3L 一番大きいサイズです。まあやっぱりこれはね、良さを生かすならやっぱり普段着てらっしゃるものよりも大きいサイズがいいんじゃないかなとは思います。このもうミルキーなマイクロフリースがこれとっても気持ちがいいですね。ということで、こちらがサイドの紹介にはなるんですけど、マイクロフリースの、チェックシャツですね。こちらとてもおすすめです。はい、結構いろんなそのさっき言ったみたいなこうパーカー入れたりとか、あとそれこそこれは上を締めて冬だったらタートルネックとかをここの首からねこうやって出してとか、そういうのも全然使えるので、それがおすすめでございます。